もしもし。You are watching Hentai TV! TV!何これ？これまさかして江ノ島のもう始まってるよ、ここから。ビアーボーナープレゼンツね。春の酔い。いやー、来ちゃったね。今江ノ島来てんだけど、江ノ島にこのエスカーっていうのがあって、これエスカレーターで山の上まで行けるんだけど、すごくない？てか江ノ島すげえ観光地でめっちゃ人いるし、カップルとか家族もみんなに来てほしいんだけど、もちろんユアフューチャーワイフも来てほしいんだけど、まだね、とりあえずアラサマキラ撮って呼ばれちゃいました。マジで皆さんありがとうございます。ミラボールの人ビガありがとうございます。リスペクト、はい、っていう感じでこれから見ちゃうと思います。でね、上の上にミラボールのデコレーションとかイルミネーションすごい実際なんだけど、めちゃくちゃすごくて、モノクマのクリスとか毎年来てておすすめのイベントだって言われて、そのイベントにね、なかなか来ちゃったよ。どうなってるの、ディズニーランドじゃねえの、何かわかってない、すごいよ。という感じなんで、まあ、ちょっと上、今からレポートしたいと思います。エスカレーターを抜けたらいきなりバコン、そして右手にはバコン、海の前見えるわけよ。マジでフューチャーワークと一緒に来た方がいいよ。弁天神社で、これ日本三大弁天って言われてて、めちゃね、もうお金貯まるよここ来ると。本当にすげえ雰囲気あるよね。はい、どうも、着いたよこれ、かっちゃん。江ノ島のサムエル・コッキングガール。じゃあ、入ってみましょう。だったらこうなっていくのね。じゃあ、俺がここからマジックで、この昼間のね、この光景からマジックで夜に変えてみようかな。あ、マジックさん、夜になったね。いや、夜になった、半端じゃない、夜にしちゃった。ちょっと見に行こう。わお、こんなとこ来ちゃったよ。これすごくねえか、これすごいすごい。すごいね。これはマジ。これはあれじゃないですか。すごいね。クリス、いつも来てんの？毎年来てるんですか？毎年。毎年。毎年。今日ハマっちゃってるね。いや、ハマっちゃってる。もうこれはね。まあ、皆さんどうもっす。どうもっす。ミラボールの皆さんです。いや、素晴らしい、本当に。この空間で、ね、自分もできたのが、コラボできて幸せです。ああ、よかった。ありがとうございます。ありがとう。もう結構長いこと、何年もやってるんですよね。そう、17年。17年目。空間をね、演出してしまうっていう別世界。夜見てこれすごいよ。うわ、あれは何なんですか、あれは。あれやべえ、何なんですか、色がまためちゃいい。でその前になんかキノコみたいなのがあるぞ。なんだこれ。またこっからこう、なんかこうなんか重なって、こう重なって見える。またこれまたうまくこう、ああそういうことなんだ。いやこれ来ないとわからない。説明できない。来ないとわからない。これ作ったのはリッキーことあやく。あ、マジで。チームワクワクです。チームワクワクさん、どうです、これ。中見ました。あ、この中もあんの。DJ がいるんですよ。マジで。つる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 。あ、また可愛い DJ だね。ハートの眼鏡かけてる。モッケルです。本当に。あ、すげえ。テーマは何なんですか。パワースポット。あ、パワースポット、はい、エスパーキュータ純木です。ああ、お純木さんね。あ、すごいな。来ないとわからない。ぜひみんな本当に、ね、来てほしい。すごいよ。
これはあれなんですか、これなんか女性のエナジーを感じますね。なんかそんな感じですね。本当に本当に本当にすごいよ。この無数のミラーボールのこの粒々が宇宙みたい。本当にすごい。これもですか？これはもともとあるんだでここもすごい。こっち行きますか。これもこんな道があったりね。これはしてまた落ちてる。わあ、あ、じゃあごめん、ちょっとそっちの方がいいかな。あ、あそこはそっち行こうか。なんか中国の建物みたいな中にあった、そうそうそう、ものすごい生物みたいなの。あれちょっと後で。うわ、これすごい、ステンドグラス。なんなんすかこれ。あ、ここにも音楽聞こえてきたのか。恥ずかしいな。うわすごい。うわうわ、すごいね。すごいですね。どうケイティ、なんか見える？光がオタムジャクシみたいになってるぞ。すごいぞ。うわー、これレーザー半端ない。これわかるかな。すごくない？これレーザーじゃないか。レーザーだと思っちゃった。これすごいっすね。これレーザーかと思って思いました、今。光でこのすげえ。うわー、泳いでる。うわー、かっちゃう。やばい、やばい、やばいっす。ここ最高っすね。うわ、こんな川みたいになってるよ。奥に。なんか毎回増やしたりしてるんですか？まあ、ちょっと減ったりもする。減ったりもしたり、ブラッシュアップしてて。うわ、なんかあっちにすごいのあるよ。なんだこれは。おー、あー、これ中すごいの、ま、なんか、うわ、
顔が顔が何されたんですか。これ作りました。うわすごいですね。本当に。そうですね。なんか言葉を見失いますよもうこれ本当に。こんなのできちゃって。はい、うわスピナーが結構最近ハマってて。はい、はいはい、あの回るやつぐるぐる回るやつ。そう。俺もなんか家にあったあれ。あマジで。うん。そうああいうのちょっといろいろ作る。あれすごいですよね。目にも超くるし、ね、面白いです。やっぱ回ってるって、物が回ってこう、見えてるって、で、バイブレーションが見えるじゃないですか、目になって。わかる。それがすごい魅力的ですよね。そう。波動見えてる感じですもんね。波動をね、出してきました。すごいっす。ちょっと、あちら見に行きます。なんか、トランプの、これすごいな。また一風変わった。お電子デジタル。お。テクノポップ？面白いね。でこうブースでやっぱこういういろんなもの違うじゃん全然。それがまたいいね。すげえ。でも花とかになってね。すごい。こっちに行きたいんだけれども。こっちに行ってみよう。こういうね、このまたこの薄い感じが、すごいね。下にお花がこうあるのがもうすごいですね。自然とのこの合体してる感じがまたすごい。
やーこれはもう至る所にこれはもうフューチャーバイクと来てほしいね本当に。優しさを感じる作品ですね、これは。すいません、4月の15日から始まっていつまでやってるんですか？5月7日まで。5月7日まではみんなマストカム、絶対来た方がいいよ、ね。5月7日まで。で、ね、週末とかになると DJ さん入ったりして、もうこれからもすごいいい DJ の人たちと、ね、このミラボールさんの作品たちに、ね、みんな見に来てください。ぜひ、江ノ島でやってるんで。これ天候も最高な、最高だったし、今日も、多分5月のサツキバレってやつ、本当に最高な回になると思うんで、ぜひ皆さん来てみてください。いや本当すごいよ、もうあれなんか恐竜もいる、ほら女の子もね、女性も大人の男性も子供もうみんなね喜ぶ。やっぱこういう感じで、ね、彼女誘ったりとかするとね、彼女落とせるんじゃんマジで。